じゃじゃん、久しぶりの KFC でございます。どのぐらいぶりやろ。1年ぶりぐらいだな。買ってきてずっと置いといたらこれしなしなになってしまって、そしてこれがクリスピーでございますね。はい、そう、そしてポテトさんこっちで、じゃん、 1,2,3,4 ピースのやつを買いまして、お、4ピースもあれね、大概いいですね。これでいくらやったかな、1600円だったかな。それと、コールスローでございますね。そう、それと、これも久しぶり。これも久しぶりだ。久しぶりでございますよ。これもこれもかなりの久しぶりでございます。じゃじゃん、何なんでしょうか。出ました、これも KFC、 じゃん、コーラでございます。KFC はコーラじゃなくてペプシーなんですね。うん、そうそうそう、ペプシーも美味しいですよね。僕好きですね。うん、海外は今ストロー全部来ないね。あの 紙ストローっていうんかな。うんね、よいしょ、こんな怖いな。海外はほとんどペプシーが主流やね。うん、そんな気がするけど、はい、ちょっと髪の毛ボッサボサでございますけど、なんで、なんで、うん、シュワーなって勝って。だいぶ時間が経つから、なんかもう氷が溶け溶けで薄々なってしまってるけど、美味しいです。久々に飲んだら美味しいね。これポテトしなしなやけど、うんうん、美味しい美味しい。これは久々に食べたら、美味しいですね。スプーンね、スプーンはこれは木かな、木のスプーンやね。お、なんかアイスクリーム食べるようなスプーンが出てきたけど、ね、アイスクリーム食べるようなスプーン、コールスロー、コールスローは美味しいね。コールスロー好きやな。うん、キャベツみじん切りにしてね、これ美味しそう。うん、安定の味でございます。
ではでは、たわいもない動画でございました。